富士橋は、富山県中新川郡立山城足倉寺の商業側に架かる橋である。中新川郡立山城足倉寺の商業側と、上岸寺川が落ち合う手前に架橋されており、橋上には、富山県道43号富山上、滝立山線及び、富山県道170号、工房商業立山停車場線が通る。現橋は年に竣工したもので、 全長109.5メートル、福音7.0メートルを有する。かつては藤鶴を持って編まれた吊り橋として、名を知られ、立山登山の難所であった。近世においては、愛本の羽根橋、富山の船橋と共に、越中の三橋の一つに数えられた。越中市印には、万次三高期立山寄付県岐城に、越中の立山、三景県自家野菜、山川九寺群れ橋、 古来遅れと俺物群れ触れ感レこれここ歌集金沢同族。ミニその女一礼ぜ。ステレれ財策れ剣。宿り行きに負の岩崎人一。ヤ運ン。ジレイマイゴ。年々修始この生きり駅一。も、女二三景画野草一。も、作りに参戦藤橋一。人未来に割れな礼に断絶一。カラスか用心の金。誰藤士章単一。 うん一、うん。日清安。極楽。病喜び三次承認。捧げる剣将来。小連れ素二十一個とその橋一。のきれ棒をれせめなり。とあり。安夫に、清安。極楽。病喜び三次は、港沢泉や寺町浄土州の寺院なれば、この寺院の住職等の根子より怒りたるなりと聞こゆ。岩崎寺は、岩倉寺の御社なるべし。とあり。 昔から縦山登山の難所であった商名側に、加賀国金沢の僧が資材を投げ売りって架橋する、短所を作ったと伝えられる。また、道元禅寺が参拝のためにこの地に来たところ増水のために塗書できず、頑丈に座禅して減水を待っていたところ、金方の山より十二匹の藤鶴を持った十二鉱物の化身である猿が現れ、それを持って橋を作ったとの伝承もあり。 これに感じて道元は読んだと言われる、縦山のナムと絡めし、藤橋を踏み外すなよいよいよ他の浄土へという和歌を刻んだ石踏みが橋のたもとに混流されている。ただし、猿に助けられて川を渡ったという伝説は、道元ではなくて、佐伯や利由理の話として伝えられることもある。1909年の藤橋このようにその乱章に、様々な伝承が残る藤橋であるが、 1682年の、律、山寺王によれば、藤橋はもともと籠を持って、両岸を接続する籠の私であったとされる。これが後に藤ずを持って作られた藤橋となったとされ、日本アンギア文集には次のごとくその様子を伝えている。喧嘩はの結露をスタッフ、カノの私につく。今は葛藤の元凶を40丸いらち川にかけたり。 王にたわめるが、読者の口に渡せしも書くこそ、見るさえ気もつぶれぬ。小杖おろしのたゆめる暇にめふたぎ、ナムの声ともに、無家父の士につきぬ。書くのごとく、藤橋は立山登山の難所として伝えられており、1806年に立山に登った、海保清涼は、日本旧法修行期に、藤橋について、軽技の綱渡りといい、宮崎上心の、 市町村にも、立山全城する者十人に9人はこの橋より、引き返すとするなど、その恐ろしさを強調して記載する文献が多く、残っている。また、和漢三歳添えに、私死に富士橋を、一行人トリルに懲りを一とあるごとく、この橋は、立山参拝にあたっての溝木の地としても知られ、明治初期までは、立山に登る人々はこの橋の付近においてその身を、 清流によって清めたと言われている。開国雑記には、各手建山に禅城しはべりけるに、千山図側に至りて、思い続けらる、この身にて渡る、モーレシミ川さりとも後の,の世には静まじとあり、この川が、生族の境界となっていたことが知られる。1932年頃の木星に変わった、藤橋明治初期に、藤ずるだけでは危険であるため、 富士橋は光線を持って作られた吊り橋に架け替えられ、その後、昭和初期に入って、ギータを敷き詰めた頑丈な吊り橋にとって変わった。この後、1961年より、コンクリート橋脚の永久橋の建設に着手し、1963年5月15日に、竣工して私橋式を挙行したが、この橋は1969年8月11日の水害によって流出した。 この流出後の1970年に改めて自動車交通可能な近代的永久橋を課したものが原橋となっている。かつて氾濫の多かった川には多数の園庭が建設され、川床に土砂が堆積して近世の文献に伝えられるような高度感や恐怖感は失われており、富士橋は名のみを止めることとなった。ありがとうございます。